じゃあ、以前行ったことのある村に行くということですね。やっぱここか。じゃあ飛んでいきましょうか。どれどれ、綾香が言ってた人は。どうしてなんじゃ。もう何年もここにいるのに、なぜ今さら離れると。そうだそうだ。まだ心の準備もできておらん。いきなりそんなことを言われても。子供たちもまたお前と遊びたいと思ってる。頼む。考え直してくれ。あいつが綾香の言ってた人に間違いないみたいだな。早く行ってみようぜ。願いですか。おじまちゃん二人か。あんたは手島さんを引き止めに来たのかい？何があったの？手島さんはな、30年前にここに来てからずっとこの地におられる方じゃ。強盗団を追い払ったり、魔物を撃退したり、村の争いを止めてくれたり。彼は多くの心血をここに注いできた。私らの最も尊敬するお方じゃ。しかし、いきなりここを離れるなんて言い出したんじゃ。もしかしたら私ら何か間違えたことをしてしまったのかの。できることなら手島さんに日を浴び、これからもここに残ってほしいんじゃが。神の目がなくなったからですね。それっぽいことを以前にちょっと裏で聞いた。一ユウさんじゃな体。いや。金城さん。このことはメガリレーと関係があるのかもしれない。手島さんは何も悪くないのに、神の目を押収された。その後の彼は人が変わったようだった。うまく言えないが、彼は何か大切なものを失ってしまったようだった。村の周囲を一人で何度も回っていたかと思うと、いきなり世界を一周するなんて言い出したんだ。俺たちも別に彼をここにとどまらせようとしているわけじゃない。ただ、魂が抜けたような彼をこのまま生かせることはできない。どうやらみんなあの人のことを尊敬してるみたいだな。これは解決できるのか？お前が手島って人だな。どうしていきなりここを離れようとしてるんだ？俺か？離れるっていうよりも、どうしてここに居続けているのかがわからない。頼りにしてますよ。ああ。だがそれは俺が残る理由にならない。30年前、どうして俺はここに来たんだ。30年もの間、どうして俺はずっとここにいた。もう何も覚えてない。神の目を奪われてから、たくさんのことを忘れてしまったようだ。昔の俺はここに残りたいようだったが、今はもうそんな考えもなくなった。どこか遠くに行った方がマシだ。まあ、心の中は空っぽなままだが。そうだったのか。それって、お前がここに残る理由を探し出せば残ってくれるってことだよな。おーい、でも自分でも忘れてるみたいだし、どうすればいいんだろう。頑張って思い出してみるってのはどうだ？こう、ピキーンっていう感じで。いや、パイモンみたいにはいかそういえば、以前手島さんに果物を届けた時、日記を書いていたような。俺にそんな習慣があったのか？
正直もう覚えていない。あった、あった、その時の手島さん、面白いことを書き記しておいて大事な時に使うんだって言ってたよ。それだ、その日記を探せば手島さんを引き止めることができるかもしれない。あたりを探してみようぜ。じゃあ頼んだよ。私は先に村に帰って手島さんの状況を他のみんなに説明してくる。手がかりはどこにあるんだ。どうか、まさか、あ、本がある。こんなに大胆に置いてあるんだ。手島さんの日記みたいだな。どれどれ。今日は村のみんなと一緒に干物の網焼きを作った。俺は不器用でうっかり網を焦がしてしまった。仕方なく最初から黒魚のかば焼きを作っていたことにした。今日は村で溺れていた子供を助けた。その子は自分の友達のバンブがまだ水の中にいると言った。俺は半日かけて探し回り、やっとわかった。そのバンブっていう友達はどことなく棒読みがいい感じです。カニだった。今日はタコをあげに行った。糸が突然切れた。どんなに追いかけても追いつけなかった。仕方なく休憩できる場所に座り、それが遠くへ行くのをただ眺めていた。なんか全部日常の出来事みたいだな、うん、あれ待てよ、これを見ろ。何かあるのか。今日はまた近くの祠へお祈りに行き、そこでずっと座っていた。お前が送ったお守りも色あせたが、それでも俺の一番大事なものだ。なんか有力な情報みたいだな。祠に行ってみようぜ。祠とお守りですか。すぐそこのこれですね。なんかわかるかな。これが手島さんの日記にあったお守りか。あるのか。見た感じ女の子のものみたいだな。色も模様も。これをずっと持ってたってことは手島さんの元素力が残ってるかも。これで何かできないかな。元素力はね、元素磁石を使って、なるほどね。この巻きか。おお、この石か。見つけた。ここが手島さんがよく来てた場所みたいだ。地面に動かした痕跡があるぞ。もしかして手島さん、何かお宝をここに隠してて、それでずっとこの村に残ってたのか。手島さんが30年も守ってきたお宝、きっとすごいんだろうな。早く掘り出してみようぜ。これは手紙。時間が経ちすぎててもう黄ばんでるぞ。本田村、聞き覚えのある名前だな。どこだっけ。この村の名前、それすらわからないのか。
ことは手島さん、ここでずっと人を待ってたのか？でも、もう30年も経ってるんだぞ。まだ現れてないなんて。とりあえず、これらを手島さんに渡そう。大丈夫なのかな、これは。見たって言って。あ、ここか。そうだ。この日記にあるのは確かに俺の筆跡だ。お守りと手紙も俺のものだと思う。それに書いてあることはもう忘れたが、しかし俺は確かにここで誰かを待っていた。30年も。その間、毎日起きた面白い出来事を記録した。再会した時にこの30年もの月日を彼女に聞かせるために、いろんなことが起きたな。時間が過ぎるのは早い。もうこんなにも経っていた。どうしてこんな重要なことを忘れていたんだ。よく考えると、神の目を奪われてから自分の中が空っぽになった気がする。愛も後悔も彼女に関することも全て消えた。それは悲しいと思うことですか？そうでもない。彼女が誰かさえも忘れているしな。彼女の姿、声、俺と経験した出来事、全て忘れてしまった。初めから彼女がいなかったかのように、全てが儚い夢だったかのように。じゃあここを離れたいんですか？それはもういい。こんなにも待ったんだ。これからも待ち続けよう。ただ本当に彼女に会えたとしても、名前すら口にできなかったら彼女は悲しく思うだろうか。それを考えると俺の心は確かに悲しくなる。おかしいな。彼女のことはもう覚えてないのに、どうしてこんな思いを抱くんだ。前もそうだった。心の中が空っぽで、何か欠けているような。何はともあれ、俺がここに残る理由を取り戻してくれてありがとう。ここに残って彼女を待ち続けるよ。手島さんはそんなに悲しくないって言ってたけど、なんかオイラはすっごく悲しいぞ。そうですね、同感ですよ。彩香とトーマが言ったように、神の目を失ったら願いと関係ある全てが同時に失われるのかもな。これが手島さんがあんなことになった原因だと思う。オイラたち、手島さんの役に立てたかな。難しいとこですね。次の人を探しに行こう。最後まで動画を見てくれてありがとうございます。このチャンネルでは DM 実況動画をまったり配信していきますので、次の動画も楽しみにしていてください。よろしければチャンネル登録、高評価も押していただけると動画作りの励みになりますので、よろしくお願いします。ではそれでは